皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、タイムトラベルが本当に実用的になるのかについて、深掘りしていきます。2045年という、未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。今回は以下のような内容で進めていきます。高度なエネルギー源の開発。高度なエネルギー源の開発は、タイムトラベルの実現において重要な一環です。この分野では、持続可能かつ膨大なエネルギー供給が求められ、様々な技術的な革新や科学的な発展が不可欠です。以下では、高度なエネルギー源の開発に向けた、いくつかの重要なアプローチや技術について詳しく説明します。1、核融合技術の進展。核融合は、太陽や星のような高温高密度な状態を模倣して軽い原子核を結合させてエネルギーを生成する技術です。これは現在の核分裂反応よりもはるかに強力であり、環境への影響も少ないため理想的なエネルギー源とされています。しかし、核融合を制御し実用的なエネルギーに変換することは非常に難しい課題です。国際的な協力が進みつつ、研究が進められています。2、次世代の原子力技術。原子力は安定したベースロード電力を提供する上で効果的ですが、従来の原子力発電にはいくつかの課題があります。新しい原子力技術では、より安全かつ効率的な発電が可能とされています。例えば小型モジュール型原子炉や高温ガス冷却炉などが将来のエネルギー供給において注目を集めています。3、太陽光発電の技術向上。太陽光発電は再生可能エネルギーの中で重要な位置を占めていますが、効率向上やコスト削減が求められています。新たな光学材料や太陽電池の設計、太陽光の収集や貯蔵技術の革新などが太陽光発電の効率を向上させ、安定した電力供給を可能にします。4、地熱エネルギーの開発。地熱エネルギーは地球の内部熱から取り出すものであり、持続可能で安定したエネルギー供給が期待されます。地熱発電技術の向上や地熱資源の開発が進むことで、地熱エネルギーはより広く利用される可能性があります。5、エネルギー貯蔵技術の革新。持続可能なエネルギー源は供給が不安定な場合があります。そのためエネルギーの貯蔵技術が非常に重要です。例えば高効率な電気蓄積技術や熱蓄熱っぱなし技術などが進化すれば、エネルギーの効果的な蓄積と供給が可能になります。これらの技術の進展には国際的な協力や資金投入が欠かせません。また安全性や環境への影響に対する懸念にも真摯に対処する必要があります。高度なエネルギー源の開発はタイムトラベルのような未来の技術に向けた基盤を築くものとなります。量子力学や相対論の理解の進化。量子力学と相対論は物理学における2つの重要な理論であり、これらの理論の進化は科学技術や未来の技術、例えばタイムトラベルの可能性にも影響を与える可能性があります。
以下では量子力学と相対論の理解の進化に向けたいくつかの重要なアプローチや技術について詳しく説明します。1、量子力学の理解の進化。量子力学は微小な粒子の挙動を記述する理論であり、その理解を深めるためには以下のようなアプローチが重要です。 1A 量子コンピューティング。量子コンピューティングは量子力学の原理を利用して計算を行う技術です。これにより従来のコンピュータでは解けないような複雑な問題や素因数分解などが高速に行える可能性があります。実用化に向けた研究が進む中、新たな量子アルゴリズムの開発やエラー訂正の手法が注目されています。 1B 量子センサー技術。微小なスケールでの精密な計測が求められる場面で量子センサー技術が重要な役割を果たします。例えば量子エレクトロニクスや量子工学を用いたセンサーは高精度な計測や観測を可能にし、新たな物理学的な発見につながる可能性があります。 1C 量子エンタングルメントの理解。量子エンタングルメントは一度関連付けられた粒子同士が互いに瞬時に影響を及ぼす現象です。この現象の理解を深め、エンタングルメントを制御する手法の開発が量子通信や情報伝達の分野で進展をもたらすでしょう。 2. 相対論の理解の進化。相対論は高速で重い物体や極端な重力ばかでの物理法則を記述する理論です。その理解を深めるためには以下のようなアプローチが重要です。 2A 宇宙観測と重力波観測。宇宙観測や重力波観測により極端な物理条件下での相対論的な現象が観測されつつあります。これによりブラックホールの挙動や宇宙の拡大に関する理解が深まりつつあります。将来的にはより高感度で広範な波長帯にわたる重力波観測が実現されることが期待されます。 2B 高エネルギー物理学実験。素粒子物理学の分野では高エネルギー実験が相対論の影響を観測する手段として活用されています。大型ハドロン衝突型加速器 LHC などの実験施設では高エネルギー条件下での素粒子の挙動が詳細に調査され、新たな物理学の知見が得られています。 2C ブラックホール研究。ブラックホールは相対論的な重力場が極端な条件を生み出す天体です。最近の観測やシミュレーションによりブラックホールの性質や周囲の物質との相互作用についての理解が進んでいます。これにより相対論の下での時空の歪みや物体の運動に関する理論の検証が進むことでしょう。これらのアプローチにより量子力学と相対論の理解が深まり、未知の物理学的な領域への洞察が増加するでしょう。これがさらなる科学技術の発展や未来の高度な技術の可能性につながることが期待されます。先進的なコンピュータ技術。先進的なコンピュータ技術は計算力の向上や新たな応用分野の開拓など様々な側面で革新をもたらしています。以下ではその中でも特に注目されているいくつかの先進的なコンピュータ技術について詳しく説明します。 1. 量子コンピューティング。量子コンピューティングは量子力学の原理を利用して情報を処理する新しい形態のコンピューティングです。伝統的なビットが0または1の状態しか持たないのに対し、
量子ビットは0と1の重ね合わせ状態を持つことができます。これにより複数の計算パスを同時に試行することが可能となり、従来のコンピュータよりも効率的に問題を解決することが期待されます。 IBM や Google、Microsoft など大手企業や研究機関が量子コンピューティングの開発に注力しています。 2. ニューロモーフィックコンピューティング。ニューロモーフィックコンピューティングは生体の神経系統を模倣したコンピューターアーキテクチャを利用する手法です。これにより人間の脳のような柔軟で効率的な情報処理が可能となります。ニューロモーフィックチップやスパイクニューラルネットワークなどがパターン認識や機械学習の分野での応用に注目されています。IBM のトルノースやブレーンスケールスなどがその代表例です。 3. 光コンピューティング。従来の電子ベースのコンピュータでは情報伝達において電子の流れによる発熱や限られた帯域幅が課題となります。光コンピューティングは光子を情報の伝達媒体とする技術であり、高い帯域幅や低いエネルギー消費を特徴としています。これにより高速で効率的な情報処理が可能となります。企業や研究機関が光学的な要素を組み込んだ新たなコンピューターアーキテクチャの研究を進めています。 4. 量子ドットコンピューティング。量子ドットはナノスケールで制御された半導体の構造を指し、これを用いた量子ドットコンピューティングが注目を集めています。量子ドットを利用することで電荷やスピンの状態を精密に制御でき、量子ビットを作り出すことが可能です。これにより従来の半導体技術では難しかった高いエネルギー効率での計算が期待されています。 5. ブレインコンピューティング。ブレインコンピューティングは生体の脳の機能や構造を模倣したコンピューターアーキテクチャの開発を指します。これは人間の脳が非常に柔軟でエネルギー効率が高い情報処理を行えることに着目しています。 IBM のシナプスやニューロモーフィックコグニティブシステムなどがこのアプローチに基づくプロジェクトの一例です。これらの先進的なコンピュータ技術は計算力の向上だけでなく、機械学習、人工知能、暗号解読、物質設計、気象予測など様々な分野での革新をもたらすことが期待されています。またこれらの技術が相互に統合されることで今まで解決が難しかった問題に対する新たなアプローチや解決策が生まれる可能性もあります。倫理的法的な規定の確立。倫理的法的な規定の確立は新たな技術の導入や発展において不可欠です。タイムトラベルなどの未来のテクノロジーが一般的に使用されるようになる際には慎重な規制と倫理的な指針が必要です。以下では倫理的法的な規定の確立に関する検討事項やアプローチについて詳しく説明します。 1. 倫理的な規定の必要性。タイムトラベルは過去や未来に対する介入が可能なため、さまざまな倫理的な問題が浮かび上がります。例えば歴史の改変による影響や他者の自由意志に対する介入などが挙げられます。倫理的な原則や価値観を考慮に入れた規定がなければ、深刻な倫理的問題が引き起こされる可能性があります。2. タイムトラベルの利用目的の明確化。倫理的な規定の中で重要なのは、タイムトラベルがどのような目的で利用されるかを明確化することです。例えば歴史の研究や教育、医療の進歩など
社会全体に利益をもたらす目的でのみ利用を認めるといった原則を定めることが重要です。これにより悪用や危険な介入が抑制されます。 3. 時間の枝分かれと責任の問題。タイムトラベルが可能な場合、時間の中での枝分かれが発生する可能性があります。これに伴って特定の介入や決定が異なる時間軸に影響を与えることが予想されます。規定の中でどのような介入が許容され、またその影響に対する倫理的責任をどのように認識するかが問題となります。 4. 過去や未来の権利保護。タイムトラベルが可能な場合、過去や未来の個人の権利やプライバシーが侵害される可能性があります。個人情報の保護や歴史的史実の変質による被害を防ぐための法的倫理的なメカニズムが必要です。またこれらの問題に対処するための保障や修復手段も規定されるべきです。 5. 危険物や悪用の防止。タイムトラベルは強力な技術であり、悪意を持つ者による悪用が懸念されます。法的な枠組みがタイムトラベル技術の研究、保有、使用に制限を設け、国際的な協力体制が整備されるべきです。さらに、テロや戦争などの脅威になる可能性がある場合には、それに対する対策も検討されるべきです。6. 研究と公開の透明性。タイムトラベル技術の研究においては、透明性が求められます。研究者は、その成果や方法を公開し、科学界や一般の人々に対して、透明で説明可能な形で、技術の進展を報告する必要があります。これにより、公正で健全な研究環境が確立されます。7. 法的責任と罰則。法的な規定には、ルールの違反に対する罰則や法的責任を厳格に明記する必要があります。倫理的な原則に反する行為や法律を犯した場合、それに対する厳しい制裁が与えられることで技術の悪用を抑制できるでしょう。 8. 国際協力と標準化。タイムトラベルが国を超えた影響を与える可能性があるため、国際協力が不可欠です。国際的な標準や規制の整備により、一貫性のあるルールが世界中で適用され、技術の進展と安全性が確保されます。タイムトラベルのような未来の技術が実現される場合、倫理的法的な規定の確立がその安全性と公正な利用を保障する上で不可欠です。これらの規定が整備され、技術の導入が進む中で透明性と社会の信頼が確立されれば、未来の技術が社会全体に良い影響を与えることが期待されます。社会の進化と需要。社会の進化と技術の需要は相互に関連しながら進行します。新たな技術が導入される際には、その技術が社会にどのような影響を与えるか、そして社会がその技術をどのように受け入れるかが重要です。タイムトラベルのような未来の技術が社会に導入される場合、以下の要素が社会の進化と需要に影響を与えるでしょう。 1. 文化的変化と新たな価値観の形成。未来の技術の導入は社会の文化に変化をもたらします。新たな技術や経験により、人々の価値観や信念が変化する可能性があります。タイムトラベルが実現すれば、異なる時代や文化へのアクセスが可能となり、異なる視点や価値観が広がることが考えられます。 2. 教育と知識の変容。未来の技術の需要には十分な理解と教育が不可欠です。
タイムトラベルのような複雑な技術が一般の人々に受け入れられるためには、科学教育や技術普及活動が進む必要があります。また、新たな知識や経験への興味を喚起するための教育プログラムが求められるでしょう。3. 経済構造と産業の変化。新たな技術の導入は経済構造にも影響を与えます。タイムトラベルが実現すれば、観光や歴史産業など新たなビジネスが生まれ、それに伴って雇用の機会が増えるかもしれません。同時に既存の産業や職種が変化する可能性もあります。4. 社会的平等とアクセスの懸念。未来の技術の需要においては、そのアクセスが社会全体に平等であることが重要です。特定のグループだけが技術の恩恵を受けることで、社会の不平等が拡大する可能性があります。政策やプログラムの設計段階から社会的な平等とアクセスの懸念が考慮される必要があります。 5. 法的フレームワークの整備。新しい技術の導入には、それに対する法的な規定やフレームワークが必要です。タイムトラベルの場合、時間の枝分かれや歴史の変更に伴う法的責任、プライバシーの保護、安全性確保などを規定する法律や規制が整備される必要があります。 6. 倫理的な課題への対処。新しい技術の需要には倫理的な問題がつきものです。タイムトラベルが歴史の改変をもたらす場合、その倫理的な側面や課題への対処が求められます。社会全体で倫理的な基準が共有され、個々の行動が社会全体の良い方向に寄与するような環境が整えられる必要があります。7. 民意と公共の合意形成。技術の需要においては、民意と公共の合意形成が欠かせません。公共の議論やディベートを通じて、技術の導入に対する異なる意見や懸念を取り入れ、意思決定プロセスが透明かつ民主的に進むことが重要です。 8. リーダーシップと国際協力。新しい技術の需要には、リーダーシップと国際協力が欠かせません。国内外での連携が不可欠であり、技術の安全性や利用に関する規制や合意形成が進むことで、社会全体の需要が円滑に進むでしょう。 9. リスク管理と災害対策。未来の技術が導入される際には、それに伴うリスクも考慮する必要があります。災害や予測できない事態に対するリスク管理策や対策が整備され、社会が安全かつ持続可能に進化できるような仕組みが必要です。未来の技術、特にタイムトラベルの導入には、社会的文化的な変化が不可避です。この変化を受け入れるためには、倫理的な規定の確立が必要であり、技術の利用目的や法的枠組みが整備されるべきです。教育が不可欠であり、公共の合意形成やリーダーシップによって社会的な需要が進むでしょう。またアクセスの平等性やリスク管理にも焦点を当て、これらの要素が組み合わさることで、未来の技術が安全かつ持続可能に受け入れられ、社会が進化することが期待されます。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は、最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。
少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。